ごきんよろしいございます。チャンネルで世の中ハッピーに松本総理でございます。よろ,ますよろしくお願いいたします。毎月毎月お届けしますけども。はい。ご好評いただいてます茶尺の目シリーズですよね。毎月毎月お稽古で使えるような季節を感じる言葉の数々というのをね、ご紹介していきたいと思うんですが。一年経ちますからね。あそうですよね。去年の6月号からスタートしましたので、ねもうすぐ終わっちゃうんですけど、もう一週、もう2週。2> はい できるぐらい続けていきたいなと思ってはいるんですけども、えと、ー、まずはね、え四月は初めてですので、晴れらしい言葉をご紹介していきたいと思います。一つ目ですね。一つ目は言葉をご紹介する前に、でもね最近本当に暖かくなってきましたよね。ねうん、山間気温とか言ったりしますけども、暖かい日があったり、寒い日があったりというね一進一退を繰り広げながらだんだんと。 えー、春が近づいてきてまして、うん、最近はもうアウターなんかもね必要なくなってくるぐらいあったかくなってきましたよね、まあ、春のコーディネートどんな感じまあね私はそんなに気にしないんですけども私のあれですかね、えー、と毛糸の帽子がちょっと薄手の帽子になってちょっとね春めいてきて頭がね少しはあったかくなってきたりもするんですけども、はい、どうでしょうかね、えー、と薄手のアウターなんかも、えー、と気に入ってものをね身につけていただいて。うん うん、この時期奈良での春のファッションを楽しみたいと思うんですが、うん、そんな時期にご参考にしていきたいのが今日の言葉をご紹介ですね。サホ姫サホ姫,サホ姫でございます<お>、ね、昔からのアイコニックな春の、うんまあ、女神スターなんでございますが、はい、その方はですね奈良の平城京からの東の方向にある山佐保山の神様なんですよね。うん、で東っていううのは陰陽五行で言うと春を 示していますので、まさに札幌山の神様イコール春の神様、そして女性の神様なので女神様なんですよね。でその方がいらっしゃると梅の花であったりとか桜の花が咲くと湧いている力を持っている女神様なんですよね。まあその方が、えー、着てらっしゃる服というのが服というかね、えー、春霞的なものをこうまとったこう衣装でですね着てですね。えー サホ山からランウェイにね、えー、歩きながら颯爽と登場してくるということでこの春のねコーディネートの一つの参考になればというぐらいのアイコニックなファッションリーダーでございますがその方サホ山に住んでらっしゃるサホ姫という言葉もね春の表す大事な言葉だと思いますのでぜひお使いいただければと思います。佐姫ででごごござざいいいまままますすすす次にご紹介しますのが吉野かことはありますか吉野 吉野山桜の、ね、名所で有名ですよね、はい、奈良県の吉野でございます3万本ぐらいね、はいえー、桜が植えてありましてもう時期になりますともう観光客もたくさんいらっしゃいますし、うんまあ、あれほどね絢爛豪華な桜の、ねえー、咲き誇る山っていうのもなかなか日本でも見かけることはないというぐらいのね、まあ、山岳信仰のあった山でもあるんですが、うん、昔から本当にね 日本の人たちに愛されてきてきいる山ですよね特に著名な人たちからも愛されておりまして有名な道長さんですよね藤原道長さん「この世は我が世と思う望月の欠けたることもなしと思えば」で有名なもう遠戚も親戚すべてね天皇家に嫁がしてもう自分があ,の、まあ、あたかもね、えー、満月のように。 この天下を、ね、取ったということを歌にしたというね、まあ、素晴らしい、えー、映画を誇った方ですけれどもその方がね、えー、ご自分で書いた自筆のお経を納めたのも吉野山だったりしますので何、えー、でしょう原生利益を求めていたりですとか極楽往生できるっていうことも、えー、道永さんがいらっしゃったからもしかしたらそういう力もあるんじゃないかというふうに、ね、愛された山でもあります。そしてまたあの義経 さんはですね愛称でもあった愛人のねお一人でもあった静香御前と別れたのもこの山だったようですよねいろいろと武勇を誇った方なんですけれどもお兄さんであります頼朝から疎まれて今度は追われる身になってしまったということですよね。そこでの愛人でもあった静香御前さんはえーこのね地で義経さんと最後別れたということがまた歌になっておりまして。 えー、静岡御前はこんな歌を読んだとも言われております、はいえー、吉野山、えー、峰の白雪踏み分けて伊林氏人の後ぞ小意識というね歌を読んで人の涙を誘ったということでもありますけれどもちょっとね、えー、ドラマチックなあの恋愛の場所としても、えー、有名な場所でもありますよね難聴、えー、を起こした後醍醐天皇というのも、えー、隠れた場所を起こした場所がこちらの吉野になっておりますので、はい、様々な歴史の 大きな、ね、イベントというのがこの地で、えー、行われてきたというね何かねなって言ったててまあお茶としてとても有名なこととしましてはあの秀吉がですね、うん、特にまたこの山を愛しましてもう大名行列じゃないですけども大名をたくさん連れて吉野山まで、えー、せっかくだから花見に行こうということで秀吉が向かったようなんですけども、うん、よりによって、えー、秀吉がその吉野山に向かって 日にちからもう雨が続きまくりましてもう今日も雨かということでまあ1日目も我慢したんでしょうか2日目も雨でもうかなり秀吉機嫌が悪いとせっかくこんなに花見に来たのにもう雨だらけもうそれはそうですよねで3日目も雨が降ったということでもう秀吉は怒り狂ってですねもう明日う雨だったらこの山すべて焼き払ってやるということでもうかなり怒ったようなんですけどもえそこからお坊さんもね えー、いろいろ宗教家もたくさん集まってなんとか雨やんでください雨やんでください雨やんでくださいみたいな形でこうお祈りしたらやっと雨もやめまして、えー、焼き払われることはなかったということで今私たちがねあの山を観光を行けるのもそのお坊さんたち宗教家たちのおかげだということですよね。もう今更ながら、ね、ほっとするんですけどもそんなね歴史のスポットでもありますけれども、まあ、なんといってもねお花見としても大変有名な場所なので4月らしい名、えー、の 吉野山吉野使っていただければなと思います続けてご紹介しますのは花井からでございます聞いたことありますでしょうかこのこちらの言葉ね花井からですけれども今はねもう桜の開花もかなりね3月の中旬からね,うねもう後半になるとまあ、桜もちっちゃってるぐらいな 形ですよね、まあ、お花見をねこうやって見上げて桜を愛でるっていうのも楽しいんですけどもなんか散ってしまうとね寂しいなと思うんですが、まあ、とふとねこう足元を見渡してみますとちょうどね近くに川なんかが流れていますとその散った花びらが川間にこう流れていくようにね いいっぱい敷き詰めれて,ライト見まして桜の花びらがゆっくりこう動いていくような景色その花びらが集まっている形をいかだに見立てて花イカダなんて言ったりもしますよねなんて言うでしょうかねまあ物理的に言えば単なる花びらが水に浮いているだけなんですけどもそれをいかだに見立てるっていうところがねまたなかなか美しいまあ感性だなと思いますしもともとはねえ古くからある言葉でもありまして16世紀にあった 「勧銀集」という本の中にもその花いかたという言葉が使われておりまして当時からねその景色というものが民衆にねだいぶ好まれていたようなんですよね。お茶の衣装の中にも数々使われておりまして秀吉の奥様になります北の万所がですね菩提寺にしていた高大寺にですね蒔絵師の網家 によってデザインされた花いかキエというのが、ね、特に有名でしてそのデザインを起こしたもので夏目があったりですとか炉縁、えー、があったりですとか、うん、茶の世界でもね、えー、とても親しまれている一生でもありますよね、えー、このような衣装も使って春の茶会楽しまれてる方もたくさんいらっしゃるんじゃないでしょうか是非ともね言葉としても花いかだぜひお使いいただ、お使たければと思います。はい、続いてご紹介しますのがかぐやました、ね。かぐやま。 まましたね、山でございます。花粉症なので私なんかはなかなか3月とか 2>,、うん、まあ2月中旬ぐらいからかななかなか洗濯物を外に干すっていうのができないちょっと怖いですよね怖いですよね。なんか花粉がいっぱいあるんじゃないかと思って、うん、まあ気持ちいいんですけどね春になってあったかくなってきたまあ気持ちいいので外干ししたら気持ちいいんでしょうけども室内場所が多かったんですがだんだんね花粉も収まってきますとあれですよね外にバーンと干して。うん こう青空広がっていて、こう洗濯物が外で旗めいていまして、そういう見るのもとても気持ちいいなと、なんかまるでね洗濯洗剤の CM を見てるような感じでもあるんですけれども、このねやまというのはそんな景色を連続させるようなそんな場所でもありますよね。大法律令ですとか中央集権国家の基盤を作った天皇のお一人でもあります。時藤天皇というね女性の。 天皇の方がいらっしゃったんですが、その方がえー鶴山の景色を歌った。こんな歌がありますね。春過ぎて夏来たるらしい。白帯の衣を干したるい。天野香山というね。万葉集にも載っている。大変有名な歌でもあります。けれども、あー春が過ぎてあ夏がやってくるのかな？みたいな、えー、夏になると真っ白なね。えー 衣を干す姿というのが家山にね翻っているのが見えるようになってくるかしらというようなね民衆の生活そしてまあ民衆の安寧を祈っているそんな歌でもあるんですけどもちょうど奈良の都からね見えるその家山なんですけども。 よくね天の家具山っていうぐらい上にね天という字がつくぐらいですねこう神聖な山として神様がね降り立った山の一つとも言われているんですが山々っていうんだけどまあ実際は1 5 2メートルぐらいの丘ぐらいな感じなんですけども、うん、昔の方からしてみると大変ね神聖な山だったようでしてそこからね、えー、見える景色あそこへを見上げる景色というのかな。 えー、そのような景色も持統天皇の時代から、えー、親しまれていたそんな景色でもありますよね、えー、春の到来を、えー、喜ぶという気持ちはね昔も今も変わらないんじゃないかなと思いますが是非、えー、ともねそんな景色も思い浮かべながら「かぐやま」という言葉もねお使いいただければいいんじゃないかと思います。 でございます私ね好きな言葉でもしかしたら YouTube でも以前もお話ししたことがあるかもしれないんですけどもなんかねあったくなってくるとポカポカしてくるとねまあ、本当に昼寝が気持ちというかうかとでうとできるような時期でもありますよね、うん、もう気持ちいいですよねこんなね春の光を浴びながらうとうとできるようなタイミングそしてねこうなんか、まあ、夢見ちゃうんですよね昼寝してるうちにね。 で昼寝してる時に見てる夢っていうのが、えー、私が、えー、春の蝶々になってふわふわと花の上をこう飛んでいる、うん、そんな夢 <laughs> そんな夢,んな夢でちょっと思うんですよ。<う>えー、私が蝶々で松村っていう夢を見てるのか、はい、もしくは 松村が蝶々のの夢を見てるか、はい、みたいなことを、えー、昔のね戦国中国の戦国時代にいらっしゃった宗師という方が、えー、語ったお話でもあるんですけども何、うん、じゃそりゃっていうね <laughs> なんだそりゃっていうことなんですけど何がね言いたいかっていうとまあ結果的どっっちででもいいじゃんんて話なんですよね私が蝶々で松村の夢見ててもいいし松村が蝶々の夢を見ててもいいし。 でも理性的に考えるとまあ当たり前ですけど考えてるのはおそらく松村なので、うん、松村が町長を見てる夢って理性としては考えたいんだけどそれってなんか本当にやっっぱ頭でで考えちゃってることなんですよね<ー>、えー、理性理性理性で突き詰めていっちゃってるとなんかまあ区別を生じさせてるですとかそれがまあだんだん強くなってしまうと差別になっていってしまうとか、うん、理性一辺倒になってしまうっていうよりかはもう。 不条理なことと常識だと思われていることをもう同等に扱って、えー、そういう,こう差別区別のない世界でこう自由な気持ちでいるってこと自体が大変重要なんじゃないかというね、うん、まあ無意自然って言ったりするんですけどもそういう思想の端的な表し方っていうのが誇張、えー、の夢という言葉に象徴されるようなんですけどももしかしたら、えー、私が今ここで、えー、と YouTube を 凝っているのが私なのか、それを見てらっしゃる。あなたが私なのか、えー、っともうどっちでもいいじゃん。っていう話ですね。<laughs> そうそう、そういう話がね。ま胡、あ、蝶の夢ということで、ちょっと春らしいね。ふわふわっとしたような。<laughs> そんなうん言葉でもありましたので、え胡、ー、蝶の夢。 なんですかって聞かれたらね、えっと、茶色の目として、お稽古でね、今のようなお話をしていただければいいなと思うんですけども、ちょっと煙を巻いたようなね、えー、そんなお話で申し訳ないんですが、はい、はいこんな形で、月の目ご紹介させていたただきました新しいシーズンも始まることですし、新生活始まる方もいらっしゃるかもしれませんけどね、ぜひともね、柔軟な気持ちで、えー、お茶も楽しんでいきながらね、えー、楽しい、充実した毎日を過ごしていただければと思います。はい 今日もありがとうございましたありがとうございましたししま,また来月もよろしくお願いします